はい、どうも、リハビアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、認知症の症状のうちの行動心理症状、通称 BPSD と呼ばれるものについて、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。認知症脳自体の病変によってその機能が失われることによって起こる神経ネットワークの障害であるということがまず大前提としてあるんですが、この認知症2段階で症状が現れるということが知られています。でこのうち生活上の困難にうまく適応できない場合に、中核症状ももちろんあるんですが、これに加えて本人の性格なんかのいわゆる心理的な側面であったり、それから生活歴などのこう要因が加わってですね、これ個人差のある症状のことを行動心理症状というふうに言います。でこれ英語表記の頭文字を取って BPSD というふうに呼ばれます。以前はこういう症状のことを周辺症状という言い方をしてたんですが、今はこちらの BPSD の方がむしろ一般的です。でこのBPSD は認知症のタイプによって特徴的に出現をするというものがありますので、ここから代表的なものを取り上げさせていただきます。まずは妄想があります。この妄想はアルツハイマー型認知症の方に特に多くて、例えば財布を取られたとか、あるいは家の財産が狙われているなんていうふうに、いわゆる物取られ妄想ということが特に現れてきます。でこの妄想はですね、やっぱり個人の生活歴というか大きな影響を与えています。それに妄想は本人は事実というふうに思い込んでいるので、大事なポイントになるんですが、説得は役に立ちません。むしろその背景をしっかり探って原因を理解していくというと、対象となる方の気持ちを理解しようとするということが大切になりますので、ぜひこのあたりも参考にしてください。それから幻覚があります。これはレビー小体型認知症で特に多いんですが、幻視、見るものをこう間違えてしまったりということが多いんですが、幻聴が中には現れるということもあります。これ加齢に伴う、こう視覚ですとか聴覚の低下ということがやはり幻覚につながるということもありますので、確認する必要があります。で幻覚は本人はもうありありとこれ感じてますので、やはりこれを否定しないというところが大事なポイントになってきますので、ぜひこのあたりも参考にしていただけると幸いです。その他の行動心理症状 BPSD としても次のものが挙げられます。まずは不安があります。これは脳血管性の認知症の方に特に多くて、やはり漠然としたこう心配を訴えてしまって、同じ質問をこう繰り返してしまうということがありますので、やはり質問攻めにあってしまう、例えばご家族の方とか親しい方、あと介護者の方の負担の増加ですとか、トラブルの元になるということがあります。安心を提供できるような関わりを持つというところが対応の基本ということになってきます。それから鬱があります。鬱は認知症の各タイプにかかわらず認められます。でこの鬱病から認知症にこう移行してしまうということもありますし、認知症なのに鬱病というふうに誤解されて、逆のもまたしかりなんですが、こういったケースも実はあります。で特に死にたいという訴えを実行してしまう、これを起死燃料とか自殺願望なんて言い方をするんですが、これには特に注意をしていただきたいなというふうに思います。でやはりうつというのはご本人もそうなんですが、介護のされる方の負担感も大きいですし、暮らしにもこう密接に影響してきますので、やっぱり適切に対応するというところが大事になってきます。それからアパシーと呼ばれる状態があります。これはアルツハイマー型認知症の方に特に多いんですが、一言で言ってしまうと、いわゆる無気力状態のことを言います。でこの無気力状態になってしまうと、活動意欲がこう下がってきてしまったり、感情の消失ですと社会交流というところがやはり減少してきてしまいますので、これも日常生活に大きな影響を与えてしまうということがあります。でこれ一見するとうつに似てるんですけども、うつとは違って、こう死にたいなんかの願望がないというところが違いになってきます。結構見過ごされやすいというところもありますので、そうなってしまうと肺葉症候群ですとか食欲不振による低栄養なんていうところにも伝わってしまいますので、やっぱりこの辺もぜひ注意をしていただきたいなというふうに思います。あとやっぱり本人や周囲の方を追い込むような対応というのはやはり避けていただいた方がいいと思います。それから興奮や攻撃ということもあります。これは前頭側頭型の認知症の方に特に多くて、場にそぐわない行動ですとか言葉ですとか、
そういったことが現れてくる。で、これが他者とのトラブルになってしまうということがあります。やはり心理的な側面ももちろんあるんですが、脳の損傷ですとか服薬状況によっても生じるということがあります。で、生活リズムを調整したりですとか、身近な人の関わりが有効であるなんていうところもありますので、ぜひこのあたりも含めて参考にしてください。で、まとめになってくるんですが、この BPSD というのはやっぱり外界の環境との関わり、他者との関わりというところが障害されてきてしまって、それが失敗体験となってしまって、自信や役割を喪失をしてしまうということがありますので、やはり関わる人たちの情報共有ですとか連携というところが大切なキーポイントになってきますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。